恋愛コンサルタントの森野日向先生への質問です。マンネリ対策を教えてください。マンネリ対策4つ目。彼の影響であなたが変わる。になります。自分の影響であなたが変わることで彼は嬉しく感じますし、マンネリもしにくくなります。例えば、今まであまり本を読まなかったけど、彼の影響で読書家になった。 ですとか彼が進めてくれたゲームを始めたら本当に楽しくてハマったなど彼が喜ぶ方向であなたが変わるといいですね。ありがとうございます。ってことはまあ彼が好きなことであれば、まあ、無理にでも好きになれみたいなことですかねえっと無理はしなくていいんですけれどもあなたがこう、うん、絶対にこれはちょっと苦手とかやりたくないってことだったらやらなくていいと思います。 ただ、やってもいいなとか、彼が喜ぶなら、身につけてもいいかもっていうことであれば、ぜひやっていただけたらと思います。どうしてもマンネリ打開したいなら、頑張った方がいいかも、みたいなことですかね。はい、おっしゃる通りです。ただ、うん、マンネリ打開策、今回5つお話ししてるので、他の4つから取り組んでいただいてもいいかもしれないですね。苦手なことの場合は。はい。他の4つがちょっともう、う打てる手がないっていう場合には、やっていただいた方がいいと思います。ありがとうございます。 ありがとうございます。